はい、森香です。ちょっとこの度引っ越しをすることになりまして、せっかくなんで部屋きれいにしたんで紹介しようかなと思います。こんな感じの、港区芝の HF 芝公園レジデンスっていうところなんですけれど、僕が住んでるの。こんな感じで、ちょっと収納がめっちゃ広いのが特徴ですね。27平米なんで、そんなに広くないんですけれど、収納が気に入ってここにしました。バストイレ、別じゃないんですけれど、割と広くて悪くないかなと思ってます。ました。電気も備え付けでしたし、食洗機とか、この下駄箱超でかいですしね。いい感じにでかい。で、こういう感じで収納たくさんあって、非常に、で、キッチンもまあまあでかくて、ドラム型の、なんだ、洗濯機はもともとついてて、食洗機とかもついてるっていう、なかなか設備がいい、感じのアパートです。ネットもついてて、12万5千だっけ ?11 万5千だっけぐらいで、宅配ボックスも普通にあるんで、で、赤羽橋の、都営大江戸線ですね。から2、3分っていう感じで、めちゃ、立地的にはいいです。田町駅はちょっと遠いんですけど、そういう感じで、ちょっと、福岡に引っ越します。で、今の、家を紹介するっていう感じの動画になります。こんなところかな。あとなんか特徴あったっけ？多分特にないんで、もし気に入ったら、住みたい人とかいれば住んでみるといいかもしれません。そんなところです。森川でした。